議員生活、最後の質問になりますけど、よろしくお願いをいたしたいと思います。2点について質問をいたします。1点目は、地域格差を是正するために、総合秘書の機能強化についてであります。秘書は新聞市場で共同の候補者の中で、この8年間の、合併8年間の評価として、紀新線駅周辺や南北幹線道路など、都市基盤の整備は進んだ。その反面、周辺地域の旧町中心部の衰退は著しい。格差を是正し、総合支障の機能強化など、再活性化に全力を挙げるということで、公約をされています。で、新年度を迎えるにあたりまして、この機構改革案、あるいは市長の強化につる人事など、具体的な方針は、市長移動室以外、施政方針でも触れられていません。どのように考えられているのか、お伺いをいたします。また、新宮地域のにぎわいを取り戻すためにも、昭和38年以来、日本一の宿舎として貢献をしてきた新宮荘の存続を求める声は多いんですが、市長の考えをお伺いいたします。次に2点目ですが、学校給食についてであります。これはたびたび今までも質問をし、他の議員さんもされております。平成25年6月の議会で最後に質問したんですが、その質問以降において、大きく方針が変更されていると思いますが、その経過と今後の計画についてお伺いをいたします。総務部長。10番、小寺明夫議員のご質問のうち、1点目の1番目のご質問の、総合省をどのように強化されるのか、機構改革、人事など、具体的な事項についてどうかについてお答えいたします。総合秘書の機能強化につきましては、昨日1番、楠木昭弘議員のご質問の移動市長室でお答えいたしましたとおり、昨年の12月から月1回、定例的に各総合秘書に出向き、市民のご意見やご要望を直接聞くことにより、各総合秘書における地域の課題等の把握に努めているところでございます。また、相談内容の回答方法につきましては、総合秘書長から直接回答することにより、市民にとってより身近な総合秘書となるよう転換を図ったところでございます。また、市民の皆さんが自主的に行うまちづくり活動を支援する自立のまちづくり事業におきましても、現在、総合秘書で採択、決定をしております公共施設の補修等活動に加え、平成26年度から実施いたします新規事業として、農業施設の災害復旧活動も支援の対象としたところでございます。合わせまして、従来は企画課で所管であった地域のまちづくり振興活動および女性コミュニティ活動につきましても、より地域に密着した取り組みとなるよう、その決定権を各総合秘書に関し、秘書機能の強化を図ったところでございます。一方、総合秘書の機構改革等につきましては、各総合秘書が地域の防災拠点となりうることから、平成26年度は大幅な組織の再編や人員削減は考えておりませんが、総合秘書の活性化の視点から申しますと、揖保川総合秘書では、平成28年4月から、西播磨消防組合の高機能通信指令システムの運用開始に伴って、本部機能が本格的に稼働いたします。新宮総合市長、三津総合市長におきましても、今後、活性化に向けた方策を検討してまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
行政改革推進室長。引き続きまして、1点目の2番目のご質問の新宮荘の存続についてお答えいたします。国民宿舎3層の在り方につきましては、昨日、16番森本議員の答弁で申し上げましたとおり、民間企業10社から応募がございました企画提案を参考に、有識者らによる専門委員会におきまして、検討しているところでございます。いずれにしましても、国民宿舎新宮荘をどうするかではなく、3層あります国民宿舎をどうするかという観点に立って、国民宿舎の新たな経営形態をお示しできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。教育管理部長。引き続きまして、2点目のご質問の学校給食について、計画の進捗状況についてお答えいたします。まず、1番目のご質問の小学校は受講方式、中学校はセンター方式の方針を示されたが、具体的な計画はいまだ示されていないが、どこまで進んでいるのかと、2番目のご質問の受講方式の改修、維持管理費、人件費をはじめ、運営費についての試算額と市の負担額など、年次計画はどうかについて一括してお答えいたします。平成25年6月議会におきまして、小寺議員の一般質問に対しまして、新宮、三津地区の各小学校において、場所の選定や作業効率を考慮した機器類の配置などの検討を進めているが、試算額や年次計画については、検討段階である旨を回答させていただきました。当時は、建設経費を少しでも削減するため、まず配送車等の出入り口が可能で、調理場への転用が可能な空き教室を有し、受講方式として先行着手可能な小学校の選定を行い、また空き教室や建設敷地のない学校や小規模校につきましては、用法一体化によって用途廃止が考えられる幼稚園を親子方式の調理場兼ランチルームとする検討を行うとし、さらにその他といたしまして、調理施設の稼働時における人員や組織の検討、受講方式への移行に伴う地元農家との連携により、地産地消を向上する仕組み作りの検討、現在の受講方式校において、教職員が抱えている給食事務に関する負担軽減策の検討などを鋭意進めておりました。しかしながら、昨年12月、改めて学校給食の方針を協議し、センター方式、デリバリー方式、家庭弁当の3方式を採用している中学校給食を早期に一本化、公平化する必要があり、そのためには、新しい給食センターを先行して建設することが最良であるとの判断に至ったところでございます。次に、3番目のご質問のセンター建設用地をいつ、どこで、誰が工業団地に決めたのかについてでございますが、昨年12月上旬の懸案事項協議以降に改めて候補地の検討を進めておりましたが、その中で、播磨辰野企業団地が辰野市のほぼ中央に位置した車の交通便に優れた適地であるとの考えから、その具体化に向けた調査研究を進めてまいりました。候補地の決定経過につきましては、本年1月中旬の新年度予算案の協議において指針が示され、さらに2月上旬の経営戦略会議
における協議によりまして、建設候補地の決定に至っております。次に、4番目のご質問の、学校の規模に差があるが、小規模校は統廃合も考えるのかについてでございますが、小学校の統廃合は今後の検討課題ではありますが、現在、小学校における地域コミュニティへの重要性を考慮し、今のところ考えてはおりません。まず、地域住民の要望等を十分に取り入れることが大切であると考えております。次に、5番目のご質問の、これを機会に幼稚園も実施するかについてでございますが、現在進めております認定こども園化の計画に支障が生じないよう、今後、どのような給食方式が望ましいのかを引き続き調査、検討してまいりたい考えておりますので、何とぞご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。第1点の総務支所についてですけど、それぞれ答えてもらったんですけど、僕はその選挙の時に新聞で候補者全部が慣れて、だからあんた方に部長に聞いたってあかんねん。ということは、市長の思いを聞きたいわけ。ということは、やっぱり選挙中に公約されとる分ですから、本当の思いがどこにあったのか、これはあんた方に後から相談されて、それをやられとるんですけども、ほんまにその地域の活性化をどのようにしたらいいのか、そういうことは市長の思いと僕は違うと思います。そこで市長お願いします。市長の思いを答弁してください。市長。ご質問でもご指摘いただきましたけれども、合併によりまして、行政の効率化とかですね、広域的な取り組みであるとか、そういう意味につきましては、ずいぶん進展をしたかと思っております。で、私も県議会に出させていただいておりましたので、旧伊保郡のですね、新宮町でありますとか、伊保川町、そして水町、もちろん太子町でもありますけれども、その合併のに参加をされた旧三町、それぞれお尋ねすることも数多かったわけでありますが、役場がありました頃は、それなりににぎわいもありましたし、人々の出入り、交流もありましたし、そういう意味で言いますと、町の中心的なですね、コミュニティの拠点というような、そういうようなにぎわいがございました。で、合併の後、総合支所ということで、その役割を果たされ、新しい役割を果たすということになったわけでありますが、お尋ねいたしますと、やっぱり以前のような、当然のことながら支所の職員さんの数も違いますもんですから。合わせて県能もまた違うわけでございますんで、以前のようなそういうにぎわいといいますか、人の交流、そういうものが失われているなという、そういう感想を持っておりました。そういう意味で言いますと、これからはですね、そういう失われたにぎわいといいますか、活力、地域の活力の拠点としての、そういう機能というものをですね、少しでも維持、拡充をしていくことが、それぞれの地域の活力の原動力になるんではないかなという、そういう確信を持っております。で、そういう意味におきまして、先ほども総務長が答弁をさせていただきましたけれども、支所としての、総合支所としての、これからは県道も少しずつ、支所長のですね、権限も拡充、拡大をして、改めてそれぞれの地域の現地解決型の拠点になる、コミュニティの拠点になると、そういうこれからの新しい考え方をですね、ぜひ私、市長に就任をさせていただきましたものですから、これから取り組んでいきたいというふうに思っております。で、これはもう機構もそうでありますが、県能もですね、合わせて充実しないといけないと思いますし、少しでも財政的なそういう裁量、県といいますか、そういうものもですね、支所で対応できるような、
そういう方法を取っていきたいと思っておりますが、何せまだ市長就任数ヶ月でございますので、これは少し時間をかけさせていただいて、今後の努力の目標にさせていただきたいというふうに思っておりますので、ご理解よろしくお願いします。10番小田原明夫議員。まあ、市長の思いはそうだろうと思います。だから まだ日が経ってませんけれども、やはり総合市長以前に私も質問したことあるんですよ。日田市長は新宮まで行くのに15分か20分あったら行くんですと。だから南北緊急のそれがあっても対応はします、住民サービスに迷惑かけませんというようなことで本庁方式に向き寄ったんですよね。合併の時、まあ、副市長よく知ってますけども、合併あれそれぞれの3方式がありまして、なんで総合市長方式を選んだかというと、まさにそういうことで地域が疲弊しないためにそれを総合市長方針を対応したという経緯がありますので、まあ、あまり寄ったらあと時間なくなるんで、そういうことを一つ要あれを考えていただいてやっていただきたい。その上で市長がよくおっしゃる地域のにぎわい、こういうことになると今新宮村は三層一遍に考えます。それは当然三層一遍に考えるんですけど、今までの新宮村自体の貢献度、町に対してはだから5つ1日本一で儲けよう自分、その自分は一般会計には金では入れられんわけですよね。会計上、会計処理上何歩儲けても、だから建設改良費で積み立てをしておいて増改築をやっていく、それからその分については、まあ例えば橋のね電気代を見るとか、公園東山公園の人件費を見るとか、まあそういった福祉の弁当代を負担するとか、そういった事業でね、地域に相当還元してきとる部分があるんですよ。だからあんなの赤字になったからそれをすぐやらんかいということではあるんだけどね。だから地域としてはどうしてもそれは残してほしいというにぎわいの上で宿舎がなくなると、おそらく新宮はもっと疲弊するであろうというのがみんなの考えだと思います。まあ、そういった点も十分お考えいただいて、それが経営形態が例えば指定管理者になろうと、それはもう構わんと思うんですけど、そういうことでしてもらいたい。もう一点は、業界でね、あそこでデイサービスやりよったんですよ。ほんなら1000万は売り上げしよったの、1年のうちにね。まあ、そういう経過もあって、業界でそれをのける、僕ら一生懸命作ったやつがのけられてもって、ほんなら売り上げがなくなった、ほんなら収入減りますわね。まあ、そういった経緯もありますんで、市自体がそういうことで、還元できてないということですから、行革に潰されたのと同じようなもんですわ。ということで、だから行革というのはもっと考えなんだら、だからそれでどない言うたら、前の八木副市長がね、もっとやかましい言わんかいで、言うたってお前聞けへんやないかいいうことで、今まで悪だことがあるんやけどね、だからそういうこともありますんで、十分その辺は一つ考えていただきたいと思いますし、まあ、28年で記載も終わるわけですから、そういった点も考えられて、なんとか新しいやつを平成4年にあったやつだけでもですね、定数を縮小してでも150人ぐらいの定員にしても、今400ですか450ですか、だから150の定員に縮小してでもですね、まあ、地域のためには残していただきたい。これがもともとやっぱり38年辰野市の方が早かったんですけど、国民宿舎っていうのは国民年金の還元融資で始めたもんですよね。それは何やいた地域のためにそれをやろうと、地域住民の厚生福利のためにやるんやというのが大義名分で、それぞれ宿舎建てられたと思うんです。まあそういった点で一つよろしくお願いしたいと思います。まあ現状ちょっと聞きますと、やはり地域の利用者休憩では 40% ぐらいが市内町内の人が使っていると、市内の人が使っているということですから、まあ、その辺のことも加味していただきたい。まあ、これは私に聞いていただいたら利用率は出てくると思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。そういうことを考えて地域のにぎわいをもっとやっぱり、取り戻せるような施策をお願いしたい。それにはやっぱり道路にも必要でしょうし、いろんなことが加味してくると思いますけど、まあ、市長まだ三つ木や四つ木やでわからん言われたら、あと何も言えんねんやけども、まあ、そういうことではなしですね、一つ頑張っていただいたらと思います。まあ、それ以上は私も言いませんけど、言うてもしょうないし言わへんねんだけど、まあ、よろしくお願いして、どうですか、以上。はい、
行政におかれてはもう大先輩でございますんでね、私もその助役さんをお務めになっている ところもよく存じておりますし、それ以前も教育いろんな 面でもご活躍いただいているのをよく存じております。でその皆様方のですね、旧新宮町の皆様方のそのご努力の結果ですね、やはり新宮村もその輝かしい歴史を実は辿ってきてるわけですね。でそういうことから言いますと、これはもう日本一を3分野でやるなんていうのは達成するなんて、なかなかこれは難しいことでしてね、当時の役場の町長さん、助役さん、そういう方々をはじめ、当時あれ香川支配人でしたですかね、そういう方々のご努力の実を結んだものがそういうことになったんだろうというふうに思います。従いまして、私たちはその努力を怠るつもりはございません。しっかりとそういう歴史を引き継ぎながらですね、今後の展望を描いていきたいなというふうに思っております。従いまして、我々が今やってる作業というのはできるだけやっぱり持続可能性をですね追求したいと。でしかしながらその時代の要請に合ってるのかどうか、まあ、そういうことも含めてですね、経営形態をどういうふうにすれば可能性が追求できるかということも含めて今検討させていただいておりますので、ぜひ今後とも努力をしてまいりますし、それがどういう形になろうともですね、できるだけその地域のシンボル的な施設でございますから、思いを斟酌をさせていただくという、そういう努力は怠らずに頑張らせていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。10番小寺昭夫議員。それからね、ちょっと師匠の関係言い忘れたんですけども、やはりもう現地主義、これはねいいと思うんですよ。だから現地主義というのはそこで解決していかないかんね、まあ、今聞きますとわずかな予算しか置かれてない、これでは強化できないと思いますし、だから前のように本庁方式に持っていくとすれば、それはそれのまた生き方があるんでしょうけど、最初はやっぱり総合支障方式を持ってきたと決めたということはそこにありますんで、地域のやっぱり住民、そういった人の行政サービスを低下させないということで、山頂がそういうことをやってるわけですから、まあ、もちろん田主さんは田主さんの考えがあったんでしょうけど、まあ、そういうことで本庁方式に沿った場合ね、よその例見てもやっぱり困ってます。それと作用なんかの分庁方式ですよね。だから教育関係は教育関係、あっち行かない、交通機に行かなあかんですか、まあ、そういった分庁方式というのは採択、僕らは反対をしてきた経緯がありますので、総合方式という意味をよう考えていただいて、財政の裏付けもぜひ、まあ、今回の当初予算は無理にしましても、市長がよう勉強されて2年目からはな、予算を上げてもらうとか、そういうことも考えてもろてやね、それと人事の関係もあんまり縮小するんじゃなしに、一息ほんまの窓口事務だけの人員になるんちゃうかという考えがあったんですけど、西田市長も考え直していただいて、今の人員がまあ確保されてるんですけど、それではやっぱり、強化したにはなりませんので、ね、そういうことも一つ十分考えていただきたいと、このように思います。よろしくお願いしたいと思いますが、この師匠の関係は、師匠どうですか。あと、まあ、1年勉強されて、1年後にはできますね。市長。はい、1年後ということでお約束はなかなかできないかもしれませんけれども、初年度からですね、これは非常にわずかな額ではございますけれども、まあ、15万ほどの話ですが、新たに農業施設の災害時のですね、一時的な復旧に向けての取り組みを総合市町村さんのご判断で直ちにスピーディーに対応できるようにですねさせていただくことにもしましたし、これは全く新しい新規事業として、それぞれの分野でそういう政策を立案してくれましたので、まずはそういうことから少しずつではございますけれども始めさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくご理解お願いします。10番小寺昭夫議員。それ聞いて、まあ、幾分安心しましたけど、やっぱり財政裏付けがなかったらそれは権限を移譲してもできませんし、権限の移譲もしてやらないと市長ではいけないということが、まあ、よう町長や市長さん今までのご存知だと思いますので、そういう点では一つよろしくお願いしたいと思います。
それでは続いて学校給食についてでありますけれども、まあ、あの堀議員の質問でいろいろ、まあ、今までの経過もご報告はされたんですけれども、一応教育委員会として今までの合併後からですね、その経緯はどういうふうになったのか、ちょっと簡単に説明してくれて、私がしょったら時間食ってまうんで、そっちからしてください。教育管理部長。経緯でございますけれども、合併前からのこの学校給食センターというのは、旧揖保川町、旧辰野市におきましても、まあ、懸案事項でございまして、おのおの市長におきまして、検討委員会が設置されていたところでございます。平成17年12月には、中学校給食の実施等について、下諏訪区、平柄の辰野市ですね、合併後の辰野市の学校給食検討委員会が設置されております。そして平成18年3月には、中学校給食はセンター方式ですることが望ましいとの答申をいただいているところでございます。その後、町内では基本整備計画策定委員会を同年6月から設置いたしまして、平成19年3月には、将来、全市2センターで自校方式も統合し、幼稚園についても全園で実施する方向で検討を進めていたところでございます。その後、事務局側で建設用地を探したりですとか、あるいは設備の内容の検討を進めてまいっております。そして平成19年、20年には、まあ、開発というんですか、都市計画法上の手続き等にも一歩踏み込んだ形で検討もしております。その間、議会での質問もいただいて、答弁もしていたところでございます。平成20年9月に、給食センター建設も、行政改革加速アクションプログラムにおいて、新規ハード事業の着手を原則凍結というふうなことになっております。しかし、その間、私ども教育委員会といたしましても、原則凍結ということではございますけれども、建設用地は私有地では活用したらどうですかとか、あるいは既存施設の改修等を引き続き検討をしてまいっております。平成24年2月に辰野市学校給食検討委員会を設けまして、6月に小学校は自校方式、中学校はセンター方式が望ましいとの答申を受け、その後、それに沿って答弁のとおり、準備の方を進めてまいった所存でございます。新市長が11月に給食を試食されまして、予算時期にいろいろと市長部局と教育委員会事務局、協議の方を重ねてまいっております。本年2月、戦略会議におきまして、まずは中学校からセンターを辰野播磨企業団地で建設することが望ましいとの協議が整ったことであります。以上でございます。10番小寺昭雄議員。まあ大体の話は今聞いたんですけれども、それではまあ確認はしますけれども、これは市長との話の中で市長が決められた考えかということですが、新宮三津は小学校も現在のセンター方式で行くと当分、それで7、8年は実施をするということですね。これはだから総務委員会で市長そういうふうにおっしゃいましたがね。それで揖保川辰野の小学校については自校方式で現状通り、それから中学校は5校をセンター方式に統一して中央から配色するということでよろしいですね。そういうことに最後になったんですか。違います。教育管理部長。その通りでございます。9番小寺昭議員。この間総務委員会で市長がそういうようにおっしゃっておりまして、まあ、4000食とおっしゃったと思うんですが、その規模でやられるとして、まあ、その面積はどのぐらいいるのか、あるいは財源がどこにどれだけあるのか、そういうことも、補助金がどれだけ、学校給食いうのは、補助金がね、文科省のいうのは、総なめしたら3分の1ほどしかならんと思うんですよ、まあ、ご存知だと思います、用地費はならんし、実際はですね、補助基準いうのは、45か半分ぐらいの補助にはなると思うんですが、それだけでは事業はできないね。だから補助対象にならん部分が建築部ってもようけあるわけですわ。
で1食なんぼでしょ、まあ、そういう考えからいけば非常に財政的には負担が多いということがあるんです。ですから、まあ、教育委員会が今までやられてあれですから、本来設置者いうのは市長ですから、もう市長部局で建てられたらどうですか。教育委員会はだから市長部局で建てられて管理は教育委員会に移管されると、これが普通の行政の組織から言うたらそうなんですよね。だから町長部局で建てて、であと管理は教育委員会に移管しましょうということもいいと思うんですよね。まあ、それはどうかはそれは後から考えてもらったらいいんですが、で、まあ、副市長にお尋ねしますけども、今まで8年間これが西田市政でできなかった理由は何ですか。いきなり、まあ、栗原市長が誕生されて、でセンター方式1個でやろうと、前は2つやろうかと、いや、まあ、あるいは今の給食センターを活用しようかというような意見があったんですけど、な西田市政の時になんでできないんだ、あの工業団地で使うんやったらもっと早うにできとったん違うもん。その辺は副市長一番よくご存じで、市長に聞いたって分からへんのやから、副市長どれが思てんやそれ。以上、副市長。これまで の流れということなんですけれども、まずは先ほどね、教育管理部長が申し上げたように、行革の大綱の中でね、給食センターという、まあ、新規の建設事業というのは平成20年度、まあ、凍結するという方針を出しましたので、したがってその段階でセンターを優先的に進めるということが非常に、まあ、難しかったということがございます。それともう一つは小学校ということを優先的にこれまでは進めてきたと。小学校の方の事故で老朽化が、まあ、激しいというところがあったものですから、それを、まあ、進めてきたというそこのところの差異がございます。 ところが、まあ、市長が就任し、そして試食をしていろんな現状を見たときに、まず一番に優先的にと考えるのはそのデリバリーの解消というところに至ったわけでありまして、そこからその解消するためには何がいいかということになりますと、中央のセンターというそういう考え方の相違はございます。ただ市民提言ということについてはその方針はに踏襲した形でやっているというのはご理解いただきたいと思います。10番小寺明議員。それ凍結したというのはその理由は何やったんですか。財政上の問題ですか、アクションの問題、行革の中でということでしょうね、今おっしゃったのは。副市長。アクションプログラムの、平成20年度だったんですけど、この時には合併後の 特例債なんかを発行してですね、公債比率なんかがだんだん上がっていっているという、そういう状況の中で、記載の総額を制限しましたし、それから基金の積み上げも目標額を設定したりしまして、まあ、そういう中から新しいのはやめとこうというような形になったわけでございます。はい、10番小寺明夫議員。特例債はですね、367億ですから、それで今100何本か、140ぐらいになったのかな、発行しているのが。だから西田市長 もう特例債は4分の1しか発行しませんというように私も答弁に聞きまし当時、聞き当時ね、財政上の問題で、だからこれからなら、もし、まあ、栗原市長がやられるとしたら、財政上の問題はどのようにお考えになったんですか。そのセンターをやるのにね、補助は少ないし、土地をですね、まあ、はっきり言うて、この企業団地のこれをね、いただいたんですけども、まあ、これが交渉中や、商談中やということで、1万1000平米、6号地の方ですか、これもよう分からんんですけど、4号地の方か6号地か、で副市長はどちらを思われるんですか。いや、副市長が工業の理事長やから、校舎の。後者の方の理事長だよ。
企業団地の関係ですけど、6号地ですね、1万1000平米あるところが適地だというふうに判断いたしております。それから財政的な面につきましては、合併をですね、平成20年度あたりでは相当、これから事業が膨らんで記載総額等も増えていくなという中での状況で決めた項目ですけれども、今現在はその後まちづくり改革プランなどによりまして、財政目標というのもある程度 この目標達成の目処がついておるところでございますので、今現在はそういうことは特にございません。このセンターについてもまた合併特例債という形でやっていきたいと思っております。はい、以上。9番小寺昭雄議員。そこで、理事長に聞きたいんですけど、これが6号地ですと1万1000円なんですね。これが工業導入業種というのがあるんやね。この工業団地に導入できる、融資できる工業業種というのは、これ、ファンレットの改造提案はな。つまり、給食センターはこれに該当するんですか。6号地でね、だから単価が4万1600円平米あたり、4億6143万6000円ですか、これを公社から買い戻すことになるわね、一般会計で、今度実施事業化しようと思ったら、おそらくこれは補助対象にはならんと思うんです、文科省のね。だから、これだけ高い土地をこれに入れるのかどうか、その辺のところをね、もう一度再考されるべきに違うんかなと。この工業導入の上司というのは、工業地域ですから、いけると思うんですけど、これにちょっと建築担当に聞いたら、建てられるのは建てれるようですけども、好ましくないということは言えるに違います。私は読んですよ、それは。担当が言うたんじゃないけど、これ好ましくないんちゃうか。ということは、工業団地で1万平米もね、あって、これから工業して、市長、いろいろ書かれてますわ、今からいろんな子育ての段階で、後の世代を、人口を流入の、今までいろんな議員さんが答弁されて、質問されて、そういったことも政策の上で挙げられてるのね。工業誘致は17万1000円ですかね、予算で、入れとんのかな。そういうことになってきたら、ほんまにどっちを市長が優先されるのか、だから企業が今から経費がようになって、来たいと思っても、ここにありますということが言えんようになるね。だからもう一つは、私も給食の経験持ってますから、信用センターなんかあれ、一旦寄せほどかな、1400から2000平米までやと思うと、それで2400食やりよったんや。3000食の規模ですわ。で、1万平米言うたら、どれだけ大きなセンターを建ててんかなという疑問もあるんだ。それは捜査上や、何本でも贅沢なもんできるけどね、もし買われるんなら、それでできると言うたら、3000平米、3300の狛江法4号1、そういったら1億4000万ですわ。だからそういうことになって、だから何を計画されたのか、僕はね、あんまり信用できませんようになってもだからお尋ねしたんですよ。その辺はどうですか。部長、そしたら、ちょっとセンターの面積については、理事長に将来 の構想は、後で、申し上げたいと思いますけど、まず用地ですけど、適地じゃないのかという話ですけれども、播磨灘企業団地については、市内でね、工業地域なんですね。それで今回給食センターについては、工業一番望ましいのは工業専用地域、つまりもう住居排除した匂いとかそういうね、周期の問題がありますから、そこが一番望ましいということで、工業専用地域いうことになりますと、東八崎の一部にはあるんですけど、もう一つあったのが今回の播磨灘の企業団地でして、ここは工業地域ですけども、地区計画の制度の中で住居は除外しておりますので、将来的にもここはね、もうその工場だけで行ける用地なんで、そこのところに、
決定をしたという、そういう用地の問題については、あの匂いの問題等もありまして、そういうところの選定に至ったわけでございます。それと、あの企業誘致政策ということにつきましては、確かにあの今回この 1.1 ヘクタールがあの、まあ、こっちの方に当てるいうわけなんですけど、まあ、そこはあの私どももあの確かに心配をしまして、産業部とも打ち合わせをいたしましたところですね、今現在あの企業が来ればあのこの土地はあの譲ってもいいですよというデータバンク登録をしておりまして、そこにはあの今7ヘクタールほどの用地があの市内からのそういう申し出を受けておりますので、まああの企業が来ればそういうところの手立てをしていくと。ただ今回なぜここにしたというもう一つの大きな理由は、まずはその市長があのスピーディーにとにかく政策をやっていきたいという、その中で用地の取得等に時間がかからないということもありまして、あの今回あのこういう決定をあの提案をさせていただいているわけでございます。はい、小倉明議員。まあ確かにそれはそうですけど、あのまあある住民の方からね、これは目的が市を違うんかいというような、まあ普通考えたらそうなるんですよ。市がそれをセンターを建てるということになると、何のための工業団地なんじゃと。やっぱり地域の活性化と産業構造の構造化を促進させて雇用の場を確保することを目指すとるというのもこれでしょ。ここに給食センター建てて何も利益も何も生まへんし、まあ、そういう公共施設をやるということになるとね、あんまり好ましいことではないに違うかなというのが普通の考え。それと用地が非常に14万坪、平米14万だもんだとか、ものすごく高いんですよね、平米じゃない坪か、まあ、そういうことがありますし、だからその辺はですね、もう一度やっぱり見直されるのが縁に違うから。それとまあ前にも言うてますけど、まあ、総務委員会では市長は謝罪されましたけど、まあ、そういうところを決めるのに一切議会にも何もなしに、市長よく声なき声を聞いてということですけど、我々の声は聞いてもらえんのかということで、なら声があるものが一つも聞いてもらえんのかという逆説が出るようよね、違いますか。だからその辺のところね、市長も十分考え直してですね、まあ、今予算設計費組まれてますけども、これをしばらく凍結して、で半年の半年、1年の1年、十分議会とも検討されてね、それが本当に適当なんかどうか、その間に全部の協議委員会がやられるなら、所管の課がですね、いろんな総合計画をやられて、それでスムーズに発足できるような方法を取られたのが一番ベストじゃないか。それ急がれるのは結構、あなたのその心情ですから、スピーディーに何でもやりたいというのが、まあ、それで今公約ですから、それはいいんですけども、それによって、後々やりにくいようなことされたらね、市長実際困られるに違うかなと、言うて僕は心配してあげてるんですよ。僕はもうおりませんから何も言いませんけども、まあそれは一市民ですからね、また言えるときはなんぼでもあると思うんですけどね、どうですか、考えられません、僕の提案聞きません。市長。あの、委員会でも申し上げました通り、私どもの十分な説明責任を果たして、いないという点がございましたら、これはあのぜひお詫びを申し上げたいというふうに思います。しかしながら、あの先ほど来ご説明申し上げておりますように、子どもたちに健やかに成長してもらいたい、合わせて小学校の場合は自校式ということで、まあ、食育にも力を入れないといけない、まあ、そういうような観点、それからまあ中学生にしましては育ち盛りでございますので、できるだけ統一して栄養価の高いものをしっかりと提供したいというような思いを持ちましたので、これはあの現場主義でそれぞれお尋ねをいたしまして、もうデリバリーは一刻も早く解消したいと、こういう気持ちになったもんですから、あの拙速であったというご指摘があればお許しをいただきたいんでございますが、できるだけ早くという、そういう気持ちでおります。で従いまして、当初計画で
28年の2学期から提供しようという、そういう教育委員会からの報告を受けたわけでございますけれども、それではちょっと中途半端だと、できるだけ早く28年の新学期から提供できるぐらいのスピード感を持ってやってほしいと、それが今求められている我々果たさなければならない役割だということで、それも早めさせていただくような気持ちで実はおります。従いまして慎重にというご提案もいただいたわけでございますけれども、今回はぜひご容赦をいただきましてですね、子どもたちにできるだけ早くそういう素晴らしい食環境というものを実現するという、そういう方向でぜひご理解ご了解をいただければ、無上の喜びとするところでございますので、ぜひよろしくご支援をいただきますようにお願い申し上げたいというふうに思います。以上、10番小寺昭夫議員。市長の思いはよう分かりました。分かりましたけれども、その物事を進めるのはやっぱり、まあ、皆さんずっと今まで行政マンやれと人はね、あれですけども、全体の計画をして、でこれをどういうようなやり方をしていくかというのが基本ですよ。だからそれが今までずっと合併以来8年かかっとるわけですけどね、それをまあ早うやろうと。これはもう僕は学校給食自体を反対しているわけではありません、ありませんけれども、その進め方の手法についてはあまり納得ができないんですよ。市長もそうおっしゃいますけども、だからその今の予算、まあ、それはよろしいや、総務委員会はもう可決しそうですから、それはいいとして、実際に読んだその予算をね、執行されるのを、まあ、半年の半年でも納め、その間に新しい議会の中で十分協議されて、なんやっぱり工業団地がええのか、そんなほかにないんかいうことですよ。工業団地でも4号地と6号地とあるんやから、そんなに読んだら 6号地のね、1万平米1万1000ですか、これを使うのはあかんのかどうか、それは財政的なものも裏付けも財政課でよう検討させてですね、それでこれでやりたいんやということを議会に出されて、の OK が出ればやってたらええと思う。だから市長ね、それはもう半年も待てませんか、今すぐそれをやらないけませんのか、発注せなんだら。そうでもないでしょう、間に合うのですか、それ。そのぐらいのことはできるに違いますの。もしそういうようにおっしゃるんなら、それはそれでやっぱり議会としてもそれはそれで修正が可能になるわけですから、修正案を出してでもいうことになりますし、だから市長がそういうことで、いやいやもうそれはよう考えますわとおっしゃるんなら、それはそれで私も飲みますけど、いかがですか。どんなもんです。副市長の縁か。以上で、いろいろありがたい、スムーズに行かせるためのご提案をいただきまして本当にありがとうございます。我々も鋭意検討を重ねて、子どもたちのそういう思い、そして、親御保護者の皆様方のいろんな関係の方々からの思いもお聞きした上で、かなり私たちとしましては大きな政策変更をせずに、従来の検討委員会の報告を踏まえながら大々的にそれを変えて進めているわけではございませんという思いでいますので、経営戦略会議も踏まえて、我々の意思を決定してまいっておりますので、今後ともですね、この方向でスピーディーに対応させていただきたいという思いでおりますので、その点ぜひ給食センターそのものの建設については異論はないということでございますので、ぜひこれからもご意見をお聞きしながら進めていきたいと思っておりますので、よろしくご協力のほどお願い申し上げたいというふうに思っております。10番小寺昭夫議員。まあそれはね、市長さんもあれやけど、そんな歯切れの悪いことを言うとってんやけど、いやそれ思いはよう分かるんやで、分かるんだけども、僕らはだからそういうことで何でもないことなんですよ。
だから学校給食に反対しとるわけでもね、同じ自校方式をよったやつをセンター方式に変えて、センターをなんとか早うやってやりたいんやと、中学校のセンター。それはそれも分かります。だからそれは変更変更でええんだけども、今までのそのプロセス自体がね、我々納得いかんのわけやから、そういうことの中で、ほんまにそれが思いがあるんならやれ、そういうことで、ほんなここで、まあ、予算はそれで、まあ、総務委員会通しとうわけやから、まあ、全員で可決せん限りはいけませんけども、まあ、それはそれで置いといて、いうことですよ。ね、何もそれをへこめて、今さらこっち議会来たやつ撤回せいうわけにはいきませんねやから、一応手法としては凍結をしますよと。それで、できる時点でいろんなことを考えながら、プランができたら、新しい議会に相談されて、OK をもらった。まあ、それやって企業をやれるにちゃいますかっていうようだと。それとも、もう今も突っ張ってでも、いやどないでもせいやいとおっしゃるんかどうか。いや、どないですか。いや、もうそういう空気になったんですよ。長委員長。まあ、我々といたしましても、市民の声に耳を傾けながら、今日まで、緻密に、そして、一刻も早く実現性の道はどういう方向にあるのかということを、これは大事業でございますので、常に考えながら、大きな政策変更はせずに、従来通りの理念を着実に実行する方向性を求めた結果がですね、今現在こういう方向でございますので、ぜひ委員会の方でもご理解をいただいたという結果もいただいておりますので、我々の思いをこの当初予算に盛り込ませていただいておりますので、ぜひ原案通りですね、ご議決ご賛同いただきますように努力をこれからもしてまいりますので、ぜひご理解をいただきますようによろしくお願いを申し上げたいと思います。ご同様でございますんですが、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。はい、10番小寺昭雄議員。僕が読むの勘違いしとってちゃう。別にちゃうから僕は全部全面的に反対やと言うとわけだから、方向性としてはね、センターを先やりたいんやというのを分かりますがやな、分かりますけれども、その分かった上で、そういう方法の中で、議会との主張をおっしゃった、やっぱり課題を共有しましょうやということですから、議会と主張の関係をですね、より良好にするためには、そういった方法もあれに違いますかという提案をしてるんでね、だから、そんな4月に入って、予算執行して、すぐなら設計の発注されるんですか、そんなものじゃないでしょ。やっぱり全体の規模とかいろんな計画をされて、この工業団地でそれでええんかどうか、規模が決まったら、まあ、設計書を持ったら面積も決めない、設計できませんからね、まあ、そういう関係で、これがほんまにベタなんかどうか、だから子どもたちのために、それはよう分かります。片方でやっぱりそういうことの意見が出てるということは十分承知しておいてもらいたいし、だから工業団地そのもんで建築ができるそうやから、それは A としても、全体の政策の中で、これはどうなるんかなと、市長の政策の中でどういうように考えられるのか、これを、その思いが、思いだけで、これからそういうことをね、ずっとやられると、議会としても困るでということを言うとるわけです。ね。総務委員会では市長おっしゃったけど、本会ではおっしゃってないんですよ。その辺どうですか。これから具体的なプランをですね、しっかりと教育委員会の中で、練っていくことになりますので、その早急な具体的プランを素案を
できるだけ早く作らせていただいて、それをまた皆様方にお示しをさせていただいて、そして合意をいただき、ご了解をいただきながら進めさせていただきたいというふうに思っておりますので、どうか一つご理解をよろしくお願いしたいと思います。10番小寺昭夫議員。時間がもうないんで、やっぱり時間切れのはあきまへんでしょう。副市長議論しようしようしようたけど、こっちに時間があるから一番情けないんやけど時間制限無制限でやるやったらええんやけど副市長ね、最後に聞きたいんやけど、もしあんたで校舎の理事長としてこれを給食センターに使った場合に問題があった時に、あんたそういう責任取れます？そのつもりでやられます？土地を提供する子についてね、工業団地で、これ校舎の方でしょ、あんた理事長やからどうですか、やりますよ言うてんやったやつで。ご視聴、まあ、いろいろと今日小寺議員さんから給食は基本的には賛成だというお言葉を聞いて大変安心しました。校舎 の, その土地のにつきましては、まあ、少しさっき言いそびれましたので申し上げますと、実質的には平成17年の、ね、合併の時以来ですね、新規進出がないんですね。まあ そ, ういうまあ、それには経過いろいろとあの科学の問題もあったわけなんですけど、まあ、そういう中で、まあまあ、それが一番の理由じゃありませんけど、まあ、そういうそこにも一つ問題点があったもんですから、今回、まあ、この選定になったところも、その場所が中央というのが大前提ですけど、まあ、3番4番の理由としては、まあ、そういうのがあったわけでございますけども、まあ、校舎の関係につきましては、まあ、一つの機関としてこれからもきっちりと組織でもって努力していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。10番小寺昭夫議員。だから、まあ、副市長も一番よくご存知なんで、だから、まあ、いろんな問題があるかもわからん、これからね。それはそれで、これは認めたということになってくるとですね、まあ、私は今の段階ではなしにね、そういうことになってきたら、あんた責任持てますかっていうだけのもんで、いや、持ちますという点やったらそれでええし。土地開発公社理事長ですか。そうですね、理事長。当然理事長としての責任は自覚しておりますけど、まあ、これについては、開発公社の理事会、3月に開きましてね、その時にも、こういう方向性があるということは、その理事の皆さんにお示しをいたしました。まあ、そういうことで、またこの土地開発公社の在り方というのについては、開発公社の理事の中でね、議論されるということになりますので、まあ、私はその兼務をしておりますけれども、その責務はもう十分自覚しておりますので、よろしくお願いします。10番小寺昭夫議員。まあ、もう一点は、片方でね、その企業誘致の問題があると思うんですよ。今、副市長おっしゃったように、また別の広報地があるようなことをおっしゃったわね、まあ、それはそれでまた工業団地にされるのかどうか、それは我々は分かりませんけれども、ほな、今、誘致をされるということについて、片方での企業誘致の問題は、今、17万1000円しか予算組んでないんやけど、17万1000円やったと思うんですけどね、そういう点では、施策の上でどんなんですか。でもこれから企業誘致、雇用の促進はやらないということですか。産業部長。企業誘致につきましては、先ほど校舎の理事長である副市長の方から、まあ、あそこがないなった場合に、どんなんやということなんですけれども、まあ、市の方では一応データバンク事業というのを、まあ、各、市外区域内の地権者で、売りたいという方につきましては、市の方に登録させていただいて、まあ、市に企業さんなり、また不動産会社の方から問い合わせあったら、そういう土地を紹介するという、これ事業なんですけども、そういう事業もありますし、また市街化区域内の高線区域についても、まだまだたくさんの土地が残っているということで、まあ、その辺うまく活用しながら、今後進めたいなというふうに今のところ考えておりますので、ご了解いただきたいと思います。10番小寺昭夫議員。もう2分しかないんですけどね
財政課長ね、財政課長。あのそのあと、まあ、補助金もない、まあ、土地のな、それから建設費についても非常に持ち出しが多いと思うけども、財政の上ではもう大丈夫になっとるんですか。今まではそれが無理やったということでしょ。企画財政部長。この給食センターにつきましては、新市建設計画の中で当初から建てようという新市建設計画に建ててございますので、合併特例債が使えることになります。土地につきましても建物につきましても、補助金を残りの部分につきましては該当いたしますので、やはり有利な記載でございます。ご承知のとおり一般交付税に算入されてきますので、まあ 95% の7割ですから 67.5% ですか、使った費用のそれは返ってくるということになりますので、財政的な面につきましては当初から予定の経費であるというふうに考えております。はい、10番小田原明夫議員。まあ、いろいろ言ってたんだけども、時間がもうありませんので、議論しても将来、副市長、一生懸命議論しよう言うて約束しとったけど、時間来てしもたで終わりますけれども、協議委員会はどうですか、それ、あと、協議委員会で所管されるのがええんですが、私、今、市長に向こうでやってくれ言うたんやけど、どんなもんでしょう。教育管理部長。引き続き、教育委員会の事務局の方で、この件については、市長部局と協議を進めもって進めたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。10番、小田原教議員。まあまあ、それはいろんな変更、変則になるんやけど、教育委員会でラジオ赤なんだら、それは早い向こうでやらなんだ、赤なんだ、やってもらわんと、また、チムハングして、そっちも進まんようになってもたら、あれやからね。まあ、それともう一つ、学校給食自体はね、市長ね、市長がずっとおっしゃるように、まあ、子どもの育成ということでは、何でも甘やかしてしまうとはあかんのでね、だから給食をやったって、僕はね、実際に給食やって、中学校の給食いうのは、ほんま疑問も取ったんですよ。というのは、残差は多いし、いろんなことでね、だから親のエゴで、弁当という感覚しかないと思うの、ほんまの食育の教育と言うて言えるかどうか、なしたらまあ保護者の方は怒られるかもわからんけども、だけど、片方で今、この間言うたように、社会進出の問題が女性のありますから、そういった条件整備という点でもええんかもわからんけど、本当は弁当を作ってやるんだよ、昔と一緒に。小学校はやっぱり効果ありますわ、食育の偏食をなくするとかね、そのマナーを覚えるとかいうのは、小学校の間に叩き込んでおけば、中学校というのはあんまり。10番、小田原清議員、時間となりました。わかりました。まあそういうことですから、その辺もよう考えて検討してください。はい、終わります。